ユニキャブは、1967年から1974年まで、イスズ自動車より発売された小型貨物自動車である。1966年の東京モーターショーに出品され、翌1967年7月13日から発売が開始された。車両本体価格は49万5千円であった。ジープのムードを取り入れたユニークな FR 車であり、 前後サスペンションは、同社の小型トラック、ワスプ、初期の KR80 型のエンジンは同じく、ベレット用の1.3リッター、G130 型の流用であった。その後、やはりベレット、フローリアンと共通の1.5、1.6リッターエンジンへと変更され、形式はそれぞれ、KR85 型、KR86 型となる。当初の定員は4名で、 KR85 型から、全席が2名、後席に3名ずつの向かい合わせのシートを持つ、8人乗りが、追加された。2名乗車の場合の最大積載量は 400kg で、ある。当初は、フロントウィンドシールドを前に倒すことで、完全なオープンカーとなったが、その後の保安基準改正により、この方式は許可されなくなった。一見ジープ風ではあるが、 4WD ではなく、レジャーユースや、若者向けの都会的で、ファッショナブルなマルチパーパスカー、というのがコンセプトであった。しかし、当時の日本国内市場には、時期尚早で、見栄えの面からも消費者の共感を得ることはできず、その販売台数は、非常に少ない。イスズにおいての本来の多目的 4WD 社は、1980年発表の、 ファスターロデオと1981年発表のロデオビッグホーンの登場まで待たなければならなかった。また、ユニキャブのコンセプトは後年のミューに生かされている。ありがとうございます。